Yokoso! Welcome to Count to 99. I'm Sean Bradley. Goji desu. Today we're going to be talking about the big American companies, WWE and AEW, and get a general feeling about them from a Japanese perspective. 今週もね、プロレス今ないので、いろいろ話をしたいなと思います。今日は僕が髪を切った話をしたらいいですか？いいじゃん。髪切ったんです。あ、そういう話じゃなくて、AW とか WW の話をするみたいですよ。はい、ご期待ください。First of all, I wanted to see what Japanese people felt about AEW in comparison to WWE. Obviously, WWE has a big presence in Japan already, and AEW is kind of new, so slowly becoming more and more popular in Japan, I think. But let's hear from Koji to find out what he thinks. もうでも、AEW 旗揚げしてどれくらい経ったのかな ?1 年経ってないかな1年ぐらいかな、もうすぐ1年なのかな。で、WWE はまあもうずっとね、長い間やってますから、日本のファンのね、印象は、まあ両方ともいいですよ。もちろん WWE も AEW も好きな人は好き。特にまあ AEW は去年旗揚げした団体で、特にその AEW に上がっている主力選手ね、まあケニー・オメガとか、ヤング・ワックスとか、クリス・ジェリコとかいう、選手は特にその去年、あ、違う、もう1年前か、新日本に上がっていたので、特に新日本ファンが注目して見ているなという印象ですね、AEW は。まあ、特にケニー・オメガの場合は、まあ、その前に DDT にもいましたので、まあ、特にまあケニー・オメガは一番まあ日本のファンが多い、日本人のファンが多い。選手なので、なんですごい注目度は高い状態で AEW は日本のファンも見ていると思います。で、WWE は一番のピークは2000年ぐらいかな、ザ・ロックが日本に来た時、横浜アリーナにね、初めて来た年があるんですよ。で、その時が一番日本の中で WWE のブームだったんです。で、それまではあくまでまあ一部のプロレスファンだけが見ていた世界なんだけども、その時は2000年を境にまあザ・ロックとかストーンコールとかアンダーテイカーとか、そのあたりの時代から、だからその時にもちろんクリス・ジェリコも WWE に行っていたわけですけども、WWF か、その時は。だから結構長くファンは、その時にいっぱい日本のファンを獲得していて、で、まあ、少しずつ、ちょっと人気が、日本でもね、人気が落ちてきたけども、また新しく日本人のスーパースター、中村慎介とか、アスカとか、カーリー・セインとかね、いろいろな今、まあ、選手、WWE いますけど、日本人選手が、所属することによって、またに日本での WWE 人気も上がってきているというのが、今の実情かなと。Sometimes WWE comes to Japan, maybe twice a year, I think. Usually like Tokyo and then Osaka. そうだね。 I'm curious to know if AEW did something similar and came to Japan, maybe two shows, one in Tokyo, one in Osaka. Do you think it would be popular in Japan? いいじゃないですかね。だから WWE も今まあね1回ぐらいかな。大会やってますけどね、AEW も日本の大会っていうのがやることはすごくいいと思うし、やるべきでしょうね。Do you think, well, for example, WWE, when they come to Osaka, they go to Edion Arena. For those who don't know, Edion Arena is a big arena, but maybe the biggest is the Osaka Joe Hall. So WWE doesn't have any shows there because that's a very big arena.Edion Arena is still pretty big. Do you think AEW would go to Edion Arena or a different venue? そうだね。大阪だったらでもエディオンアリーナになるのかな。だから、まあ、WWE の場合も東京は両国。だから、まあ、ビッグサイズになるわけで。まあ、大阪はまあ少し小さくなるのかな。だからまあ AW はまあそれぐらいのサイズでもしやるのであればやってほしいなっていう希望はありますね。So something else that I want to talk about as well is
New Japan is known for its business relationship with Ring of Honor. Sometimes they have the talent from Ring of Honor appear on New Japan shows and vice versa. I'm curious to know, if AEW were to partner with a Japanese company, who do you think they would choose and why? パートナーっていう部分では難しいかもしれないんですけども、結局その WW もそうなんですけどね、日本で、まあ、大会をやる、まあ、日本で人気を上げることっていうのは少し難しくて、まあ、結局のところイングリッシュですよ日本人はイングリッシュができないから、だから、WW にしても AW にしても面白いものを提供しても少し意味がわからないところがどうしても出てくるね。で、まあ、AW の場合は WWE に比べてよりそのレスリングのカラーが強いでしょ、だから日本では受ける可能性はもちろんあります。ただやっぱりずっとこう今アメリカでやっていて、じゃあ今日本のファンが AW の動画をチェックしているかっていうと多分ほとんど見ていない。なぜかというと、じゃあ今日本から AW を見ようと思った時にどこのチャンネルでやっているのかがよくわからない。でも WWE は WWE ネットワークがあるでしょ、だからそこにアクセスすればいいし、まあ、日本のそのケーブルテレビでも WWE の、マネーナイトローとかスマックダウンライブは中継をされているので、だからそこで日本人のファンはチェックできる。でも AW の場合はチェックできるのはよくわからない。何々 TV かな、Fight TV、 しかチェックできない、しかもかつ英語の内容だから、今日本のファンは多分少しずつ AEW から離れていってます。なぜかというと、別にこれ AEW が悪くなくて日本人が英語がわからないからなんです。でなので多分 Twitter レベルで少しショートタイムの動画であったりとか、まあ試合結果の写真であったりとかはチェックをしてるかもしれないけども、細かいその、内容であったり、すべての試合を見ている AEW のファンっていうのは日本ではすごく少ないと思います。だからもし AEW が、日本で大会をやるっていうのは、まあ、それはそれですごく良いことだと思うし、でもそこにプラスアルファはその例えば集客であったり多くのファンをつけるっていう部分では日本の団体と、まあ、少しこうジョイント、することは非常にいいことかなと思います。まあ、もしその日本のプロレスのカンパニー と、ジョイントする場合に、まあ、どこが一番マッチしやすいのかっていうのが難しいですけどね。僕も正直 AEW を全部見たことがないんですよ。例えばメインイベントとかは見たことはあるけど、だから今どの団体がマッチしてるのか正直僕にもよくわからないです。ただその日本に馴染みのあるっていうところを考えていくと、やっぱりその今のその AW のトップの選手が、日本の団体に出ている、イコール新日本か DDT、この2つの団体とジョイントするのが、まあ、一番その日本人のファンを獲得しやすい手段かなとは思います。でも実際組むかっていうとちょっとそれは分からない、だからもしまあでも新日本と DDT どっちだっていくと DDT の方が組みやすいのかなっていう印象はあります。多分そのファンもそうだと思うっていうか、分からないけど、例えば今 WWE のファンと AEW のファンって多分分かれてるんでしょ。で、AEW と新日本ってファンは近いのかな。でもそのいわゆるその会社ベース、団体ベースで見た時に WWE と、AEW 新日本っていわゆる競合になるわけでしょ。だからここはあまりタッグは組まないのだろうなっていうファン、は組んでほしいけど会社としては組みたくない、っていう印象があるので、それでいくと、まあ、去年実際そのケニー・オメガが DDT に上がりましたけど、まあ、そういうことを考えると DDT とかの方がビジネスはしやすいのかなっていう印象を持ってます。Talking about partnerships and people pairing up, some of the biggest news from 2019 was the new partnership between Joshi Pro Wrestling company Stardom
pairing with Bushiroad. Many people were confused at first because they weren't sure what Bushiroad was. So, Koji, could you explain a little bit about Bushiroad for us? Bushiroad のことですか? 僕もね、あの、説明しづらいんですけど、アメリカとかその海外にありますかね? カードゲーム? Yeah. ある? Yeah. ある。でも、ちょっと人気ではない。人気ではないのか。だから日本の特にそのアニメ文化と、ゲームの文化をうまく出しているビジネスをしている会社かな。私の印象としては。だから、何の会社ですかって聞かれると、カードゲームを作っている会社かな。っていう印象。まあ、いろいろ多分されているんですけど、そこを私がチェックをしてないので、あれですけど、印象としてはカードゲームの会社ですごくその、この、ここ何年か、特にそのアニメーションであったり、その、オンラインのゲームであったり伸びているでしょう、市場が。で、その中ですごく今、成長している会社であることは間違いないです。で、その特にそのカードと、アニメのキャラクターをうまく融合させたビジネスが成功して、すごく成長している会社。いう感じですね。だから、ブシロードでそのなんか、アニメを作ったりとか、で、そことそのオンラインゲームをうまくマッチさせてとか、いう形のビジネスがメインかな、っていうか、ごめんなさい。It's good. Yeah, I think for people who don't know anything about Bushiroad, I think that's a good kind of roundup of everything they do. How did Japanese pro wrestling fans feel about the partnership with, well, obviously, Shin Nihon and Bushiroad already have that partnership, but when Stardom was announced to be partnering with Bushiroad, what was the general reaction from Japanese pro wrestling fans? まあ、日本で流行っているという言い方が正解なのかちょっとわからないんです。表現ちょっと難しいんですけど、日本のプロレス会社は、まあ、特にその親会社をにサポートというか、そういう形が増えてきています。まあ、ブシロードでいう新日本であったりとか、サイバーエージェントでいう DDT であったりとか、まあ、最近ノアもサイバーエージェントに入りましたね。っていう形で、その親会社に、まあ、少しこうサポートをしてもらうような形で、今、日本のレスリングビジネスっていうのは成り立ちつつある。だからこれからもっと進んでいくと思います。っていうのが、その日本のプロレスっていうのは、よりやっぱり、どんどんエンターテインメント化してきているわけであって、もちろん日本のいい部分、試合のいい部分を残しながら、よりエンターテインメントにしていくってなってくると、どうしてもやっぱりお金がかかってくるんですよね。で、そういう中で、親の会社をつけてサポートをしてもらうと。一緒にまあ成長していこうっていう中で、今回の場合で言うと、ブシロードグループの中にスターダムが入ったという中で、まあこれ、まあブシロードさんのまあ狙いがあったみたいですけどね、その男子の団体と女子の団体を持ちたいっていう部分がまあ多分かもしれないですけど、でも実際そのまあ、ブシロードってもう一つそのキックボクシングの団体も持ってて、ノックアウト。っていう団体を持ってて、実際スターダムはそのノックアウトを経営している、まあ、ブシロードっていう会社があって、その中で、まあ、一つの、ここで、まあ、その、カードビジネスがあって、あのカードゲームのビジネスね。で、もう一つがニュージャパンがあって、で、もう一つのところに、キックスロードっていう、まあ、キックボクシングをやる会社があって、その中の、まあ、団体がノックアウトっていう団体があるんですけど、そこに、スターダムが入ったんですよ。だから実際その新日本の下にスターダムが入ったわけではなくて別になります。ただ一番の親会社としては、ブシロードという形になります。でただ今までの日本のプロレスっていうのはまあアメリカでもそうかな、まあみんなその団体を作りますって言って、うん、できるのがプロレスなので、昔からもう男子と女子が分かれてしまってたんです、まあ、中にはあのもちろん少しミックスでっていう団体さんもありましたけど、基本は男性の団体、女性の団体っていうのが根付いていたので、日本では、だから、今回まあブシロードグループに入ったっていうのは新日本のファンはちょっと違和感もあったのかな、ちょっと
の方の方が多い気はしました。感触としてはね、ファンの反応、でスターダムのファンはどうなんだろうな。でもスターダム、やっぱり今その大きな大きい会社をつけて、だからそういう意味ではスターダムはステップアップするわけですよね、これからもっと人気が出る、あ、だからそういう意味ではスターダムのファンもちょっとってなったのかもしれない。でそれはなぜならスターダムっていう団体っていうか、まあ、特に女子の日本の女子の団体で別に、プロレスだけ、プロレスがダメっていうわけじゃないんですけど、もちろんプロレスがメインなんですけど、もう一つにファンサービスっていうのがあるんですね、特に女子は、それがすごく人気があって、スターダムがメジャー化することでそのファンサービスがなくなる、少なくなるじゃないかっていう心配、だからそれはその世界でも多分同じだと思うんだけども、インディーシーンであれば選手と近いでしょ、で日本の女子プロレスって基本サイズ、ビジネスのサイズ的にインディーぐらいなんですね、だからファンと選手が近い。でそれがまあまあ、プロレスっていう部分でもあるし、まあ、アイドルみたいな形の、扱われ方をしている部分も少しあるんですね、だからこそ、まあ、ある意味ではそのプロレスとタレント性、アイドル性っていうところで女子プロレス今日本で人気があるので、スターダムがメジャーになると、まあ、WWE のウィメンズみたいな形に行っちゃうとなかなか会えない、だからそれをちょっとファンは、スターダムが大きくなってくれることは嬉しいけど、ファンとしては少しちょっと寂しい、遠くなるっていう印象を持ったのかなと思います。でも全員が反対ではなかったのかな、だから結構賛成と反対は分かれたような印象はあります。So,talking about business, what do you think about, so for example, Stardom crossing over into other entertainment? So, 例えば最近、木村花選手とか、テラスハウス出てますね。そうそう。どうと思う？そう。いいんじゃないですか？だから、今そういう流れなんですよね、日本って。例えば、まあ今、例えばアメリカであれば WWE のスーパースターって多分すごく有名でしょ、多分テレビ、TV ショーとかに出たらうわー。でもまあ昔の日本はそうだ、同じでした。例えばアントニオ猪木が出た時に、わー猪木がクイズ番組に出ているとか、ね、ジャイアント馬場さんがクイズ番組に出ているとかよくあったんですよ、TV ショー、プロレス以外の番組ね。でもここ数年、ここな、まあ、10年とか、ぐらいでテレビでほとんどプロレスラーが出なくなった、その見なくなった。でも新日本がブシロードに入ることによって、新日本の選手はこの1年2年ぐらいかな、すごく他の TV に出る子が多くなったわけですよ。でそれが結果プロレスの人気を上げることになる、バラエティショーとか、そうでいう部分で、まあ、スターダムも今回その後ろのグループに入ることでよりその、まあ、プロレス以外でのアプローチっていうのをブシロードは、してくれるというか、まあ、サポートになるんでしょうかね。だからそういう部分のいろいろこう多分提携関係、関係性が多分あって、まあ、芸能関係の事務所との、いろいろ接点とか多分あるんでしょうけど、会社が大きくなると、でそういう中で他の TV ショーに、まあ、今回ではスターダムの選手が出演している。でそれを見てプロレスラーなんだ、じゃあこの選手を見てみたい、このはどこの団体、スターダムっていうのは初めて知った、スターダムってじゃあどういう団体なんだろう調べるっていうのでスターダムの人気が上がる。だから今はそういう戦略が日本で流行っているというか、まあ、一番日本のプロレスの中での最先端がそういったメディア戦略、でやっぱメディア戦略をしていこうと思うとよりやっぱ大きい会社ビッグカンパニーにならないとやっぱ宣伝する力が足りなくなるので、だから今そういう大きい会社とタッグを組むと、
I think anything that brings new audience, like new eyes onto the product, I think it can benefit everyone, all companies maybe. So, staying on the theme of companies, something I wanted to touch on is about brand loyalty and how people feel about wrestlers jumping from one company to another. There were a couple of big events last year where some wrestlers jumped to other companies and it wasn't really done in a correct way, and some people were angry, other people were saying, oh, it's fine. So I wanted to get a general reaction of what Japanese people and Japanese fans feel about brand loyalty and staying with one company and when they cross over and things. So Koji, what do you think about brand loyalty? これもね、今と昔ではだいぶと感覚が変わってきたと思います。で、昔は、まあ新日本と全日本 があった時に、ここで選手が動くっていうのは非常にファンとしてはまあブーの方が多いかな。なんでやめた、でしかもその対抗する団体に行くっていうのはやっぱりブーイングの対象になってたことが多いです。でもその動いたことでこの団体は盛り上がるでしょ。まあ実際その WWEと WCW の時 そうだった。息抜が合戦をいっぱいして、でもそれで盛り上がるみたいな。だから、まあ少しでも、まあ選手が動くっていうことは、まあ結果、リングの中は盛り上がる。だからそれはいいことなんだけども、やっぱりファンとかメディアは選手が動くっていうことに対して、ちょっとやっぱり嫌な気持ちになることが多いです、実際ね。で、 まあ今年で言うとスターダムとかでもあったでしょ。ジュニアっていう選手がね、まあアイスリボンかスターダムに動いた。で、これもやっぱりちょっとやっぱり問題になった。だからまだまあ結構ナーバスな問題ではあるかなっていうのはありますけど、常にあることなので、ただその動き方っていうかね。だからそのジュニアさんの件はちょっと良くない方向っていうの、ファンにとってちょっと印象が悪くなる動きがあったので、ちょっとファンは怒ったかな。最近だけど、でもそのジュリアさんのこともそうだと思うんだけども、ステップアップっていう部分で選手が動いていくっていうのは最近増えてきてる印象はあります。新日本からノア、ノアから全日本っていくと、まあ メジャーのカンパニーだけども、でもインディーの団体からメジャーを目指すっていうことは、まあ非常に素晴らしいことだと思うし、まあ選手が成長する部分ではいいことだと思うので、だからその動きは、まあ賛成というかいいかなとは思います。でも、その一時期ね、そのまあプロレスがこう落ちた時に、もちろん団体はあるんですけど、 フリーランスがすごく増えたんですよ。まあ今でもフリーランスもちろんいますけどね。その時代があって、今またこうプロレスが盛り上がってきているので、今できる限りは選手はその動かない。で、その団体を盛り上げていこうっていう方に力を入れているかなっていう印象はありますし、選手も動いてしまったらその団体で盛り上げていこうっていう感じはあります。 How about, so you're talking about like stepping up, but what about, for example, so Kenta, he was in WWE, he left Japan to go to WWE, right? So people usually think of WWE as being, you know, kind of top level. So when he came back to Japan, everyone thought, oh, that's gonna be normal. But then he appeared in New Japan, everyone had a kind of different reaction about that. So what do you think about that kind of situation where we're not stepping up but more stepping down and not going back to the original company? 難しい問題ですよね。だからこれケンタ帰ってきてノアじゃなくて新日本を選んだっていう結論は、ノアのファンは結構怒ったファンが多かったのかな、印象としては。やっぱりその ノアに変えるっていうね、それもまあ一つの方法だと思うし、まあ今回まあ新日本っていうね決断をされたわけですけど、
難しいですよね。だからファンの思っている部分と選手の思っている部分、うん、じゃあ的に、まあ、ゲンタ選手の場合はその、まあ、より挑戦をもっと挑戦をし続けていきたいっていう気持ちで、まあ、新日本をチョイスされたっていう部分はすごい良いことだと思うし、まあ、実際その、ね、ビジネス的なっていうか見た時にね、WWE が一番今世界ナンバーワンでしょ、まあ、AEW が今あるんでちょっとわからないけど、あの、まあ、今の話聞くと WWE があってその次にニュージャパンがあって、うん、でノアがあるわけですよ、うん、で行くとやっぱりノアに変えるっていうのは一つの、まあ、もちろん方法なんだけども、でもここにもう一つ大きい団体があるんだったらここでもう一回挑戦したいっていうね、うん、やっぱそこは選手としての、 あの気持ちっていう部分で選ばれたのかなっていうのがあるので、僕はすごいあのいいことだなと思いましたよ。僕は賛成。 Yeah, I thought it was a good thing. I was surprised when he appeared. But yeah, it definitely comes down to, is it a business choice or loyalty choice? Should I go back here? Or I, you know, from a business perspective, it kind of makes sense that he would go from WWE to New Japan. But yeah, some fan reaction was very kind of negative. Why New Japan? Why not Noah? So yeah, it kind of loyalty and business. まあ難しいですよね。いや、あの給料だけのことじゃないと思うんですよ。やっぱりプロレスラーってより大きいいっぱいのファンにやっぱり自分の試合を見てほしいっていうのはやっぱり思いとして出てあると思うし、やっぱりより優れた選手と戦いたいっていうのも絶対あると思うし、そういう部分で新日本って選んでいるっていう可能性は絶対にある。新日本やっぱりレベルが高いし、まあほとんど今まで対戦していない選手も多い、だからそこの部分で自分の力を試したい、そこでトップを取るっていう、やっぱレスラーとしてのっていう部分っていうのは絶対にあるかなと思いますね。So hopefully that's given you a little bit of insight into how Japanese fans think about businesses and wrestling companies and crossovers and that kind of thing. See you next time on Count 1, 2, 3.